ピエール・ポワブル、ピエール・ポワブルは、フランスの宣教師、演芸家である。インド洋のフランス領の島での香料の栽培を推進し、フランス語の胡椒の呼び名、ボワブリエの語源となった。リヨンで生まれた。20代は、高知市内や甲州、マカオなど極東に宣教師として働いた。1745年に、フランスの東インド会社のメンバーになり、東。 インド諸島の航海の途中でイギリス船との海戦に巻き込まれ、砲弾の破片を手首に受け、右腕の一部を失った。1760年にインド洋の現在のモーリシャス・トレ・ユニオンの監督官となった。この時期、モーリシャスに植物園を作った。当時オランダが独占していたクローブやナツメグなどの香料の栽培をモーリシャス・トレ・ユニオンに導入したことで知られる。 オランダの独占を破るために、出資などを東、インドから秘密に持ち込ませた。1769年から1770年の間に、香料の採集のための探検旅行を行った。セイシェルでの香料栽培の責任者にもなった。1772年にフランスに戻り、リヨンで没した。ポワブルの作ったモーリシャスの植物園は、 現在のパンプルムース植物園として残されている。ポワブルの名は、モーリシャスの干渉の名前に残されている。プーアブラは、植物の学名で命名者を示す場合に、ピエール・ポワブルを示すのに使われる。ありがとうございます。